俺、剣道部なんだ。芥川くん、怪我してると。芥川。またゴミだらけ。うん、ちゃんといじめられてる。これでいい。今時それか。気にすんな。私ん時はもっとひどかったよ。なんだよ、別になんもねえじゃん。そんな滅多に怪しい奴なんていねえっつうの。やめだやめ。ゲーセンでも寄って帰るぜ。あいつら、また練習サボりや。マジか。付近に怪しい人。みんなが部活に励む中、ど？僕の悩みを聞いてくれる？いや、調査終わったのか。まあ、何も変わったことなんかねえよ。なんで南さんは俺たちにこんなことは。テルからのメッセージ見たか。今朝、サラリーマンの男が殺されたって話だ。知らねえ。そういうの興味ねえし。それがな、殺されたのは俺たちと同じパイロットだとさ。はあ。南さんに頼まれた調査もこの事件に関係してるらしいってよ。だから戦士を抹殺する。私もやり遂げてみせる。じゃ、ゲーセン行ってくるわ。そうか、俺はそんな気分じゃねえな。この間の練習試合、すごくなかった？弱い相手でもなかったんでしょ？あんなにお美しいのに強さまであるなんて。赤城町って発展してる割に緑が多いの。公園に来ても一人じゃつまんないや。ここでこうしていると。今度映像研で映画を撮ることになったんだ。その発言を聞いてあんた。
夕日で街が真っ赤に染まっていく。なあ、最近この街で幅利かせてる奴がいるって知ってるか？マジか。早くも眠い俺。確実に仕留める。お、500円玉みっけ。やっべえ、今日はついてるぜ。お、うお、今週号もう出てんじゃん。これください。今なら。ああ、やられた。神崎。あ、いや、しまった。気づかれた。お前、まずい。この間も、お前なんか俺を呼ばなかったか？え？あ、そうでした。よくわかんないです。おお。それで、優等生の神崎が、俺に何の用だ？神崎？この子の名前？ようは、まずい。なんとかごまかさなきゃ。アーシェム様、ここは相手に、恋してるとごまかすのが一番かと。恋してる？この星では、愛する行為の第一段階をそのような言葉で表現します。そうなのですか。これならば誰にも否定できない行動原理と言えるでしょう。どうした？それは、あなたに恋してまして。だからあなたをつけ回すしかなかったのです。ごまかせた。それってもしかして告白か？お前そういうキャラだっけ？それはとにかく恋してるんです。おお、キヨか。待て、今目撃しちゃったのって告白？アスナさんがヤマトに？理解がついていかないし、それになんでそこ仲良くなってるの？ヤマト、これどういうこと？ヤマト、それが彼の名前。なんかの冗談だよね。アスナさんがヤマトに告白とかありえないんですけど。もしかしてもう付き合ってるとか？不自然すぎる！このままではアーシェム様を危険にさらしてしまう。アーシェム様、いけません。どうやらそのものとしては不自然な行動だったようです。でもあなたがそう言えって。申し訳ありません。痛恨のミスにございます。しかしながらこうなれば押し通すしかありません。押し通すって？どのような世界においても
愛することは否定はできないはず。このまま不自然な愛を貫くのです。どうした神崎。彼がヤマトで私が神崎。お待ちください。確かに今日の神崎はかなり不自然だな。不自然ではありません。神崎がヤマトに恋をしたって全然不自然ではないです。ヤマトって呼び捨て。だって愛ってそういうものでしょ。マジ。なんだ。話があるわ。急いで来てちょうだい。もう。ってことで、ごめん急用。お二人さんはぐっくり。ヤマト、ちょっと。このくれ。それなら。あの美味しさは。やめとけって。ゲームもいいが。いらっしゃいませ。ヤマト君、待っていたわ。ブリーフィングルームで話しましょう。そっちに集まってくれる？時々天童さんが差し入れをくれるんですけど。どうだい、街で喧嘩するよりも。最初はシステム。すみませんが、場所はブリーフィングルームよ。ここに来ると力がもらえるような気がする。ここはサボるにはちょうどいいところなの。最近ロッカーのローグはお前の相棒。メガトン級の操縦士。天童屋の手。戦闘後は負傷。パイロットが全員集められているみたいだね。結
構いるな。いや、少ないよ。この人数でシェルターを守らなきゃならないんだから。本日7時27分、赤城町町内でローグパイロットが1名殺害されました。山本、山本。これで3人連続、何者かがあなたたちパイロットの命を狙っているのです。誰が何のために狙うんだ。異星人を殺しを行っているのは異星人の可能性が高い。おそらくこのシェルターには異星人が潜入していて、オブリビオンベイのコンピューターからパイロット情報を盗み出し、そして暗殺を実行している。南さん、体大丈夫なんですか。心配ないわ。でもなんか悪い病気なんじゃ。テル君、女性にはいろんな状況があるの、わかるわよね。え、あ、はい。私の心配をしている暇があったら、死角に狙われる自分の心配でもしなさい。抑えきれない。そうか、そうなんだ、わかったぞ。この胸の高鳴り、本で読んだことがある。ついに僕にもこの日が来たんだ。これが、これこそが恋なんだ。これが僕の初恋。ちょっとローグハンガーに来てくれない？見せたいものがあるの。私が開発した自信作よ。詳しくは後で。楽しみにしてなさい。